あ、いろいろあるじゃん。へえ。そっちの方に、あ、そう。で、あの、なんか、鶴町、鶴町か。4に、乗っていくと、ちょっとこの後の工程がいい感じになりそうです。では、こっから、次、どこ行くかっていうと、コスモスクエアとか、端っこの駅になったのが何やったっけ、大阪港か、あっちの方にね行くよって形になるんですけど、田んぼ屋さん、おお、うどん300円安っ。そう、そっちの方行くのに、あの鶴町4丁目かの方から行くと行きやすいみたい。あのバスでショートカットができるらしいんですけど、まあ、今回バスも乗り放題なので、ここはちょっとじゃあバスを使っておこうかと。あの JR だと環状線でどこだっけ、西九条かどこまで、出たら、うまく乗り換えできるんですけど、お、大将、お、しょうまい、すごい、あ、下で待ちか。内藤線、ああ、ホルモンか、ああ、ですね、やばい、うん、今日ちょうど遅かお昼のピークの時間か、ああ、そやな、どこも混んでますね、12時ちょうどやもんな。あ、ベルバー一歩、あれ、大阪ドームの一つ横ですからね。すごいな。で、ここが大正郵便局。こっち？こっち行くとまた別か？三軒屋。これは大阪駅前の方行ってまだかな。逆やな。あ、これはこっち側があれか。旧道の商店街だから。おう。こっちが暖かいかも。
バス入ってくる。そうですか。あ、もうそこに乗ってっか。あ、なるほどな。結構バンバン走ってくるんやな。ついちゃん、こっち向かっとったら良さそうやな。うん、全然そう。へぇー、あ、お弁当屋さんか。結構いろいろありますね。鈴町4、めっちゃバス来るもんね。これが、まあできた。スーパーマーケット大川。ああ、もう飲んだし、もう買ってたもんか。聞いたことない。ちなみに通帳4丁目どんな曲なんだよ。めちゃくちゃすごいな。あ、もう、あ、こんな感じで1分から10分間隔とかって、ずらーってくるんや。あー。1系統だけで走りたいですけどね。普通に待っとったらいいんだ。せっかくだから、その、鶴町4丁目か。出とこうか。いろんなところから鶴町四丁目に集まるような感じなのかな。東町、千代崎や阪神、野田阪神とかから来るんだ。あ、すごい、どこにでも行けるんだな、これで逆に言うと。東町、南部、JR 南部とかから、クリアと回るんだ。よし、それ以外のところのやつもいろいろと、来るみたいですね。こんな感じね。
16年の頃から、まあ、ちょっといろいろと。あ、じゃあ奥に、うん、大阪ドーム見えるんだ。あんまりだ。へぇ。あ、じゃあ歩いていく人も全然いますね、この距離だったら。後ろ乗りだったよな、大阪シティバスは。よっしゃ、これ乗ったか、トイレ行くな。